こんにちは、トミーのトミーです。よろしくお願いします。ということで、今回も2023年にトミーにトミービデオでやってほしいことをインスタグラムで視聴者さんに募集しました。はい。で、その中からね、面白そうだなと思ったやつを僕がピックアップさせていただきまして、それについてコメントしていきたいと思います。それでは早速読んでいきたいと思います。踊ってみない。踊ってみて。踊ってみないのは普通の生活だから。その場合は普通の男の生活だから。その踊り関連を動画にする場合は踊ってみて。パパ活。あの一件からお金余裕ないだろ。パパとして細すぎるだろ。太すぎるのに。細すぎるのに太すぎるパパ嫌だろ。露天風呂でラップ、世界観がわからないわ。日本文化とヒップホップに失礼。より一層忍術を極めてください。あ、極めたことないです。まず一旦2022年までで極めましたけども、より一層高みを目指してじゃなくて、忍術に触れたことがないです。ヤマピーとダブル主演、絶対無理だろ。ヤマピーって多分、本当にはいないだろ。あんな顔整った人って多分、AI が作り出したものだろ。クマじゃないです。エベレスト中腹まで登山。見づらい。だとしたらその高さが山頂の他の山登り切った方がなんか動画的には見やすい。雨乞い。いや、部活が嫌な男子中学生か。それ外周嫌だな、じゃないんだよ。確かに雨乞いしてるとこ顧問に見られたことあるけど。地獄だったわ、あれ。8パックのお腹、筋肉マンみたいな。今は肉まんまんだから、うるせえな。誰の腹が肉まんまんだよ。明日7時20分にモーニングコールお願いします。いや、使い方間違ってるわ。起きんのが苦手な人が旅先でホテルのフロントにお願いするやつか。すいません、明日一応アラームもかけてるんですけど、自信ないんで明日7時20分に起こしていただけないでしょうか、じゃないんよ。女性YouTuber さんとメイク交換。あっちがすっぴんになっちゃうのよ。俺の女装も見るに耐えないけど、あっち方がすっぴんになっちゃうのよ。成り立ってないから。ポテトのコスプレ。全裸なのよ。ワンちゃんだから全裸が許されてるだけで、あれを29歳の独身男性がやったら YouTube アカウントバンなのよ。神田にドッキリ。規模でかすぎるだろ。東京都千代田区神田にお住まいの方全員にドッキリ、規模でかすぎるだろ。今から東京都の神田にお住まいの方は全員埼玉県民になります。嘘でーす。何がおもろいん？1年間おっぱい生活。去年もずっと好きでした。はい。5年、10年ぐらい。はい。おっぱいが好きです。70キロまで増量してみた。70キロだと減量です。はい。俺がダイエット成功したところで見るのやめてるのかな？その場合は申し訳ないですけど、70キロだと減量になります。西の北海道公園で一緒に歌うコラボ。いや、客席から生卵投げられるわ。歌も下手だし、知名度も低いし、誰なんだね、君はつって。帰ってください。アンチにプロポーズ。いや、負け戦だろ。すぐ晒されるわ。いや、もし成功したとしても、将来子供ができた時とかに子供に、パパとママはどうして付き合ったのって言われたら、いや、ママがね、パパのことを誹謗中傷してたら、パパがプロポーズしてきたんだよ。いや、子供ぐれるわ。ということで、皆さんからいただいた2023年にトミーにトミービデオでやってほしいことをいくつか紹介させていただいたんですけど、1個もやりません。はい、今ね、紹介したやつ1個もやりません。はい、ね、今年もね、僕がやりたいことを皆さんと会話しながらね、一つ一つやっていけたらなと思います。ということで、たくさんコメントいただけたら嬉しいです。ということで、トミービデオでした。またねー。あ、登録もぜひ、たまにはよろしくお願いします。ありがとうございました。